こんにちは、速稼塾の久保です。億万長者になりたい皆様に、ちょっとね、私のね、隠居してからの発信マインドセットを聞いていただきたいんですよ。それはですね、多くの方が辛さとかね、嫉妬とか悪意とかクレームとか、人が誰かを怒ってるとか悲しんでるとか、そういうことをね、共感の材料として動画に使うんですよね。で、これはですね、確かにアクセス集まるんですよ。だからこそ真似して、わざわざ人を怒らしたり、わざわざ人をびっくりさせたり、わざわざ人を怒ってみたりとかね、そういったことをする人が後を絶たないんですよね。だからこれね、金のために人を怒らすとか、金のために辛い話をするとかね、私はちょっとそれは隠居してからしないようにしてるんですよ。だからね、過去のことを頑張ったとか辛いとかね、なんか努力したみたいな、その自分のそのなんですかね、ドラマをね、なんか辛いところから立ち上がってきたんですみたいな、その自分の人生を美化して美談にして共感を呼ぶっていうのは私はちょっと苦手かなと思いまして、アフィリエイトをやってる時はそういう記事も書いてたんですけども、本意じゃなかったですね。薄ら寒いというか、心にもないと。どちらかというと、私は発信によって人を励ましたり喜ばしたりね、楽しんでいただいたりとかってことをやっていきたいなと思ってるんですよ。ですんでアクセスなんて集まんないですよ。だからいいんですよ、それで。そういう人を励ますこととか、人を慰めることとかね、人を喜んでもらうっていう気持ちが、もしね、アクセスが集まらないんだったら、多分そういう世の中だと思うんですけども、ただ少ないアクセスでも私が誰かに何かをしようとしているっていうことに共感してくれる人が少なくてもね、いるんだったらまだ救いがいのある世の中だなと思うんですよ。ソドムとゴモラの話でもあるんですけども、ソドムっていう町にね、神の使いが行くわけですよ。で、こう聞くんですよね、預言者という主人公がね、ロトが聞くわけなんですよ。そのソドムの町に行って、全員が悪人じゃなくって、たった一人善人がいたらどうするんですか、神の使いよと聞くんですよ。そしたらその神の使いはですね、その一人のために全員を許そうっていうわけなんですよ。で、これが私のね、精神で、この世の中はやっぱりね、真実のない世の中だと思いますけども、金のためには人を騙したりとかね、詐欺なんて当たり前にあるわけですよ。で、こう国の指導者とかも国民を食い物にしたりとかね、かといって国民もじゃあ自分で何かをやったかって言ったら文句言うばっかりで何もしないと。で、あんな国の指導者がいたらダメだよねって、若いやつはどんどんふてくされちゃうよねっていう、そのお前の背中も結局若者に見られてるんだよってことで気づいてないとかね。で、そういったことを私いろいろ考えていくときに、もういいと。マイナスのイメージ持ってる人にもうね、関わるのやめて、なんかね、面白おかしい人とか、励ましたりとかね、ちょっとずっこけてみたりとか、そういうユーモラスな人とかね、そういう人に近づいていきたいし、そういう人になっていきたいし、若い方でもアクセスが集まんないんだけども、本当の自分の気持ちね、誰かに幸せになってもらいたいと、その姿を見たいというね、そういうふうなマイナスじゃないプラスのエネルギーと私は考えてるんですけども、そういったことをね、やっていきたいなと思うんですよ。そうしたら、わずかな人間でもわずかな人数でもそういうふうなね、気持ちを持ったきれい事を本当に擁護する人がいれば、きれい事に集まる人がいれば、私はその本当に狭い世界で十分かなと思うんですよ。だから隠居なんですよね。社会はそうではなくて、いかに人をだまくらかして物を売るかとかね、そしていかにクレームを避けるかとかね、いかに人を待たせるかとか。そんなことばっかりに知恵使ってるんですよね。だから賢い人が集まると本当にいい世の中ができると思うんですけども、残念ながら賢い人が人を陥れることにその知恵を使ってるところがちょっとね、気の毒だなと思うわけなんですよね。そういう世界から離れて、今ね、損得抜きとかね、そういうふうなね、自分を何とかしようとか、人を踏み台にしようみたいな人があんまりいない世の中に暮らしてみると、私はその水が合ってたかなというところでございます。それでね、最後、吉谷さんだからできるんですよとかね、久保さんだからできるんですよっていうメッセージありますよね。これもね、何万回となくって言ったら大げさなんですけども、何回も聞くんですけど、私答えいつも一緒なんですよ、その時。吉谷さんもね、使っていただきたいんですけども、久保さんだからできるんでしょって言われたら、その通りですって答えますよ。だから、何々さんにしかできないことをやればいいんですよ。それが全てじゃないですかと。何々さんにしかできないことは私もできないんですよ。ライバルいないんですよ。そこで勝ってください。それがあなたのブルーオーシャンじゃないですかと。私のやってることを真似れば、私という強敵がいるんで、絶対にレッドオーシャンなんですよと。セルフバックをやっても私にはかないませんよと。そういうことをお伝えするんですよね。ですんでね、久保さんだからできるんでしょと。吉谷さんだからできるんでしょと言われたら、その通りと。だから、あなたにしかできないことを見つけて、それをやっていきましょうよというふうに切り返せばいいんではないでしょうか。それではね、今回は以上です。失礼します。